大田義真は日本の実業家。企業再建などを手掛け、サンテレフォン代表取締役社長、宮古科学代表取締役社長、バイオ代表取締役社長、バイテックグローバルエレクトロニクス取締役会長等を歴任。東京都出身。1976年一橋大学小学部を卒業し、日面に入社。同社でエネルギー投資、 機械販売に従事。石炭鉱石部部長を経て、1999年、ブラジル現地法人社長、2002年経営企画部長、2003年執行役員機械、金属カンパニー長。2004年合併後の創日の常務執行役員に就任。2005年常務執行役員中国総代表。中国総代表権創日中国会社当事長権。 総日中国会社総経理兼総日上海会社、当時長兼総日大連会社当時長兼総日転身会社当時長兼総日太夫会社、当時長兼総日公衆会社当時長兼総日香港会社当時長兼,兼北京、駐在院事務所長を経て、2008年、総日ロジスティックス取締役副社長。2010年から、 サンテレフォン代表取締役社長を務め同社の再生にあたり、2014年からは宮古科学代表取締役社長として同社再生にあたった。日本産業パートナーズにスカウトされる形で赤字が続いていたバイオ代表取締役社長を2015年から務め、設計エンジニアにも技術営業を行わせるなどした営業の強化や 海外販売や EMS を開始するなどし、大幅な増収増益により2期連続の黒字化を達成した。2017年バイテックグローバルエレクトロニクス取締役会長。ABC 新トップバイオ大田義兼社長主番試される社長受け負い業3期ビーズ2015.825時バイオの新社長に大田義兼氏が就任。 新体制と整い販売力の強化へ、BCA のニュース2015年6月9日、創日、バイオ、社長交代前社長の関取氏は、取締役副会長にマイナビニュース2015年6月8日、AB、売れ筋戦略トップに聞くバイオ大田吉宗社長、週刊、BCN015-10-08、パソコンはオコンを覆して、黒字化した。 バイオ社の生きる道ダイヤモンドオンライン2016年8月26日バイオ新社長にファンドのプレッシャーかかいまみえる成長への焦り経済界2015年8月24日バイオ社長に元創日の大田市関取氏は副会長に日本経済新聞2015年6月8日付、ソニーが売却したバイオ V 字回復のわけ読売新聞2017年4月21日 バイオ、三代目プロ社長、小規模だから勝てる東洋経済オンライン2017年9月7日、株式会社バイテックホールデーングス。ありがとうございます。